ブルーノ・ミゲル・セメド・バレラは、ポルトガルとカーボベルデのサッカー選手。ポジションは GK。ビトーリア・ギマランイス所属。リスボンに生まれ、11歳の時に、地元の SL、ベンフィカの下部組織に入った。2011年8月29日に16歳で、トップチームのベンチに入った。2012年9月22日に B チームで出場し、プロ初出場。 2013から14シーズンから翌シーズンにかけては、不動の守護神を務めた。また、トップチームの試合で、ベンチに座ることも増えた。2015年8月29日に、セグンダ・ギビシオンのレアル・バリアドリードに1シーズンの期限付き遺跡。しかし、ケパアリサバラガの壁は高く、最終節1試合の出場に止まった。なおこの試合はホームながら1から3で敗北した。 2016年7月2日に、ビトーリア・セトゥーバルに完全移籍。8月21日に移籍後初出場。2017年7月に、ベンフィカに完全移籍で復帰。8月5日に復帰後初出場。9月12日には、UEFA チャンピオンズリーグ2017から18、グループリーグの PFC チェスカ・モスクワ戦に出場。 UEFA 主催大会での初出場となったが、このホームゲームは1から2で敗北した。2017年9月16日の試合では、相手のフリーキックを正面で触ったものの、そのまま真後ろのゴールネットに突き刺す、大失態を犯してしまい1から2で敗北。このワンプレーで、ルイ・ビトーリア監督からは見切られ、クラブは、ミレス・ビラルとオディッセアス・ブラッホディモスを翌週に獲得した。 しかし前者はインフルエンザにかかってしまい、後者は加入が1月にずれ込んだため、スターティングメンバーとして起用された。その中で FC ポルトとのアウェイゲームでは、マン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど、汚名返上をした。2018から19シーズンは、出場機会がなかったため、2019年1月26日にエール・ディビジのアヤックス・アムステルダムに、 買取オプション付きの半年の期限付き移籍。6月24日に、レンタル期間が1年を延長された。2020年8月19日、ビトーリア・ギマ・ランイスに移籍した。年代別代表はポルトガルを選択。U-19 代表として UEFAU-19、欧州選手権20 2013 FIFA、2013FIFAU-20 ワールドカップに参戦した。 後者ではジョゼサの控えであった。U-20 代表では、第42回トゥーロン国際大会に参加した。U-21 代表では UEFAU-21 欧州選手権2015に参加し準優勝した。ものの、ジョゼサの控えであり、出場はできなかった。しかし、リオデジャネイロオリンピックでは、性ゴールキーパーとして出場した。 2017年3月21日、負傷したアントニー・ロペスの代わりとして、ポルトガル A 代表からの招集を受けた。しかし、出場機会はなかった。ありがとうございます。